第3回目始めました。今回も、ゲストをお呼びしております。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、たどっちです。たどっちです。はい。まあ、いつもゲストという形で、まあ、変わらないんですけど、はい、ですね。まあ、ちょっとツッコミどころ満載なんですけど、はい、またかよって面白いと思いますけど、はい。散歩、今日はどこ行きましょうかね。そうですね、うん、天気もいいですし、うん、そうね、ちょっといろいろ行きたいんだけど、はい、そういえばさ、はい、なんかどっちから共有してもらった、うん、はい、マンモスの話。ああ、そうなんですよ。あれ聞かせて、もう一回。はい。個人的に、マンモスに興味があって、うんうん、すんごい変な話ですけど、なんか将来、漫画みたいにマンモス肉食べたいんですよ。ああ。っていう話をケンドさんとたまにしてるんですけども、うんうん、なんか最近関連したニュース出たんですよ。はいはい。うん。で、マンモスの細胞を作るのに成功しましたって、研究が。マンモスを培養肉みたいな。うん、もうね、その元になるマンモスの細胞を作ってしまうっていう、うん、あ、そういうことか。そうそう、っていうニュースタイトルだったんで、うん、何ぞやと思って見てみたら、うん、それは彼らの将来的なビジョンで、うん、やろうとし、いや、実際やったのはゾウの iPS 細胞を作ったっていう話でした。ゾウの iPS 細胞。そうそう。なんかその、うん、iPS 細胞ってその山中さんの話とかで、うんうん、聞いたことあると思うんですけども、はいはい、何にでもなる細胞なんですよ。万能細胞。そう。はい、例えば、その、まあ、私たちの皮膚から細胞を取ってきて、うん、それを一旦 iPS 細胞にしちゃえば、うん、その細胞もう一回皮膚にもなるし、うんうん、なんだろうな、例えば骨にもなるし、うん、まあ心臓にもなるしみたいな感じで何でもなっちゃう。ね、うん、で、今回その象、象は iPS 細胞を作ってしまったので、うん、何でもできるんですよ。はいはいはい、象の皮膚も作れちゃうし、はいはいはい、うん、まあ、鼻の細胞も作れちゃうし、うんうん、それがマンモスの細胞、うんうん、ちょっとね、うんうん、そこはニュースタイトル怪しいなと思ったんですけども、うん、言ったらその象の iPS 細胞を作れちゃえばたくさん作れる、うんうん、結構象って個体が少ないんで、うん、そういった実験できなかったらしいんですけども、やりづらかった、うん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 、たくさん作ってしまって、であと実はその象とマンモスって遺伝子に似ているんですよ、うん、はいはい、うん、で最近そのクリスパーキャスティ技術とか、うん、実は遺伝子編集系の技術ってすごい盛んで、うんうん、安くなってるし精度は上がってるし、うん、簡単になってるんですよ、うん、はいはい、はい、うん、なんで実はいろんな遺伝子を編集して、うん、鳥の細胞遺伝子って、うん、恐竜に似てるから鶏から恐竜作ろうっていう研究者がいたりだとか、はいはい、その派生でゾウとマンモスの遺伝子に似てるから、はいはい、そのゾウの遺伝子コードを書き換えてマンモスみたいにしちゃおうっていう。なるほど、うん、まあ遺伝子編集、うん、まあ、ゲノム編集みたいなことやって、うんうん、まあ、マンモスっぽいゾウを作るってことっていう話でした。はいはいはい。昨日機能がマンモス。あ、そう。なんで、ちょ、日本語訳なんですけど、機能的マンモスっていう表現を使ってましたね。なるほど。はい。いや、でもそれは、まあ、うん、面白いではあるね。うん、ですよね。あ、ゾウは、かわいそうかもしれないですよね。うん、そうそう。そうなんですよ。そういう問題もあるけど、うん、なるほど。うん。それをやったのは、どこの会社、海外の？ね、海外、アメリカのベンチャーで、ね、なんだっけ、うん、クローサルバイオサイエンシーズみたいなね、はいはいはい、日本語を訳すると、うん、巨大なバイオ生物科学者たちみたいな、はいはい、そんなすごいシンプルな名前でした。まんまの感じだね。まんまんま、うん、いやすごいな。そうなんですよ。いや、マンモスか、うん、じゃあなんかそれの培養肉とか、うん、そう、やるかもしれないですね。やるかもしれないね、じゃあ。うん、ちょっと前にも、なんかあったよね。あった、うん。オーストラリアの会社がマンモスミートボールを作りましたみたいな。あれはどんな？ね、あれは結局、あれもゾウの遺伝子の一部を編集して、うんうん、マンモスっぽくしましたみたいな話あったんですよ。あ、そっかそっか。そうそうそう。まあ、うん。でもまあそんなになんていうの、うん、精度高くなくても、あれか、肉、うんうん、細胞さえ、くれれば、そう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 、それを肉にして、うん、マンモス肉ですよって言えばいいっていう感じの、うん、そう、結局ゾウの肉の塊
の遺伝子を編集しただけだったんですよ。あ、でも今回 iPS 細胞できてしまったんで、うんうん、本当にいろんな部位が作れるようなんですよ、マンモス。あ、なるほど。そこが新しい。本当にマンモス、機能的マンモスが。そうそうそう。存在するっていう感じ。うん、マンモスミートボールじゃなくて、本当にマンモス自体が作れてしまう可能性があります。それって本当にさ、うん、人間にも応用できるってことだよね。ああ。人間の、うん。人間もやっぱゲノム編集で、うんうん。なんだろうな、まあ。マンモスっぽい人間を作ったりとか。はい、そう、できるかも。うん。うん。なんか、まあ、確かになぁと。そう、ちょっとここはいろいろね、センシティブなところで、議論が発生するんですけど、まあね、デザイナーズベイビーっていう考えがあって、あるね、人の遺伝子も編集できるんですよ。うん。うん、なんで、その、生まれる前から病気になる遺伝子を変えてしまって、健康に生まれるって話もあれば、うんうん、科学者としてたまに、まあ、ジョークで言うのは、遺伝子分かっちゃうんで、例えば、その、ケンタちゃんの、うん、まあ、その遺伝子、の一部を編集して、うんうん、鶏の羽を作るような遺伝子にしまったら、羽が入るかもしれないんですよ。おー、すげえな。うん、まあ、ただそうだよね。そのプログラミングみたいな感じで簡単に遺伝子編集して、うんうん、あのポイッと、はい。なんかまあ、うん、今、やっぱり赤ちゃんの時にこう編集し、赤ちゃんの時っていうか生まれるこの、うんはい、なんだろう。あの、卵子とかのそうそうレベルから編集すれば簡単に。うんまあ、できますね。うん。なるほどな。そうなんです。いや、すごいガタかみたいな、うん。ああ、ですね。話で。うん。まあでもまあ、そうだね。それはもうなんかちょっと現実味あるようなないような感じだよね。やっぱいろんな問題があるから。うん、そうなんですよ。うん、なんで、まあ実際にやってみたら新しい技術って絶対難しいとこはあるんで、うんまあ、ぶっちゃけできるかできないかって言われたら怪しいんですけども、うん、それっぽくでもできてしまうんですよ。ああ、なるほどね。うん。まあそうだな、まあ。うん。まあでも、なんだろう、好き勝手っていうよりは健康になるとか、うんそういう意味、病気治すとかだったらいいのかもしれないな。あ、そうなんです、うん。結構難病とかでも、そうだね。その、先天的、まあ、生まれる前から、うん、あの、まあ、そういった遺伝子的に、まあ、難しいところがあってってのがあるんで、うん、それは治せるんですよ。あ、そうだったらいいかもしれないね。うん、いいことです。うん、ちょっとその、うん、なんかあ、遊びで使えるとか、そういう感じよりは、うんうんうん病気を治すとか、そういうところで使えたらいいなっていう、うん。そう、そうなんです。うん、なるほどです。なるほどです。うん、何の話したんだっけマンモスか、マンモス。マンモスです。なんで、意外と実はマンモス肉食べれる日は近いかもしれないっていう。うん、ああ。いや、面白いです。うん。これ、はい。いいんだけど、これ、インキュベーター。これ、そうです。インキュベーターって言って、うん、あの、ちょっと今日持ってきたんですよ。これちょっとね。これね。そう。こんな感じで、うんうんうん、さっき私たち細胞を増やすって言ってるんですけど、細胞を増やすインキュベーターって機械があって、あうん、これは役割としては、温度、うん。そう、温度です、うん。ここに多分表示あるんですけど、あ本当だ細胞って体内とかと同じ37度で増えるんですよ。ねうんうん、なんでこれ37度にして、うん、あといろいろ CO2 とか、あの、発生させれば、この中にも細胞育っちゃうっていう。おうちらもマンモス細胞もし手に入れられたら、これでも多分増やせるんで。37度は不思議だね、また。そう。まあ、人間と同じ体温。うん、うん。です。まあ、ちょっと37っていうのも、人とかの話で、うん、あそか魚とかは違うし、昆虫も違うし、実は鶏さんに関しても、37度培養が、うん主流だったんですけど、多分人とかに合わせて。うんうん、実は最近39度の方が増え、いいぞ、みたいな研究があったりするんですよ。なるほどね。そうそう。確かにそうだよね。うん。違わないとね。そうなんですよ。なるほど。うん。ああ。また色違う。まあなんか実験でじゃあ使うってこと。ああ、ですね。了解です。はい。まあ、例えばさ、はい、なんか、うん、MIT テクノロジーレビュー見てたらさ、はい、メッセンジャー RNA ワクチンの、はい、新しいやつが出たみたいなので、はいはいはいまあ、それ、タドチにさっき共有したんだけど、はいうんうん、あれについてはどう思ってるのかっていう。あれね、結構面白いです。あなんだっけ、SA? なんかそうだね。なんか RNA でしたっけ？そうそうそう。一瞬見ますね。メッセンジャー RNA ワクチン。うん、まあ、そうだ。そう、SA、RNA ってやつでしたね。なんか自分の理解だと、うん、
メッセンジャー RNA ワクチンは、はい、そのコロナウイルスの足の部分のスパイクタンパクっていうものをこう体内に入れて、はい、それで、まあ、免疫を作るみたいな役割。はい、でそれは、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンで体内で、生成されてみたいなところでやってたんだけど、でこの SA メッセンジャー、あ、SA ワクチン。あ、そう、SA RNA です、ね。RNA は、はい、これ、もっと増殖させるみたいな感じのイメージなんだけど。そうそうそう、うん、あ、そんな感じです。まあ、これについてちょっともうちょっと分かりやすく教えてほしいな、うん。あ、もちろんです。なんかそこで言うと、うん、まずその DNA と RNA の違いっていうのがあるんですよ。うん、はいはい、ちょっとそこから話してみると、うん、うん、なんかその DNA って私たちの体を作ってる、うん、まあその遺伝子情報なんですよ。うん、要は体の設計図みたいなもの。うん、うん、で。そこに対して RNA っていうのは、うん、まあその DNA をコピーしたもので、うんうん、簡単に言っちゃうと、例えば健太さんのな、まあそういった体の何か作ろうとしたら、うん、DNA からものを作るんじゃなくて、うんうん、DNA を一旦コピーして、うんうん、もうなんか RNA っていう、まあ、コピー図みたいに作るんですよ、うんうんうん。で、それを使って実際に体を設計していくんですよ。あ、確かに確かに。うん、なんか、うん、動画編集とかするときも、うんうん、あ、データ、うん、大事なデータはまず置いといて、うん、バックアップしといて、うん、まあ、とりあえずコピーしたデータを使ってみたいな。あ、まさにそれ。安全だもんね。そう。今の話すごいわかりやすくて。うん、あの、ウイルスちゃんって結構悪毒で、うん、あの、帰るって DNA 持ってないんですよ。ああ。で、何してるかっていうと、ウイルスの、その、なんか、こういった、なんか、たまにあるじゃないですか、ウイルスってなんか、あの、宇宙船みたいな構造。うん。あの中に RNA が入ってるんですよ。はいはい。で、言ってしまうと、ウイルス自体が、これちょっと専門家から言うと違うって話だかもしれないですけど、うん、USB みたいなものなんですよ。ああ。うん。それ自体は、そういったデータ、を編集だとか、うんうん、あの、もの、印刷する技術はないんですよ。はいはいはい、で、ウイルスちゃんって、その自分のそのコピーデータ RNA を、勝手にケンタさんの細胞の中に入って、それを挿入して、で、ケンタさんの細胞に、うん、その自分の、こう、自分自身を作らせるんですよ。はいはいはい。うん、あ、なるほど、ね。そう、なんで、まあ、その、ウイルスは RNA。で、人は DNA なんですよ。うんうん、あ、なるほど。そうそう、はいはい。ちょっともう難しい話だったんですけども、うん、まあ、ちょっとそういうのも絡めて、その、さっきのメッセンジャー RNA ワクチン何かって話すると、はいはい、うん、今私あの20後半なんですけど、うんうん、でも私が多分小学生とか高校生ぐらいの時って、うんうん、なんかメッセンジャー RNA とかワクチンとかなくて、うんうん、なんかね、生ワクチンみたいな話。あ、まあそのイメージだよね。で多分最近までそうっすよね、うんうん。昔とかって、多分皆さんも経験しようがあると思うんですけど、その、例えばインフルエンザとかの注射、うん、予防注射とかって、インフルエンザウイルスを極限まで弱らせて、うんうんうん、あの注入したんですよ、うんうん。だから逆にそのたまにかかっちゃう子もいたんですけど、うんうん、まあ、そのインフルエンザウイルスがウイルスを、あの、鬼、はいはいはい、あの、コンボ持った鬼だとしたら、はいはい、その昔のワクチンはそのコンボ持った鬼を極限までちょっと弱らせて、はいはい、体内に入れて、うんうん、細胞に対応方法を学ばさせた。ああ、はいはい、うん。なるほど。そう。まあ、だから、うん、まあ、うん、下手したら、本当に、ちょっと、軽くかかっちゃう子もいるってことね。うんうん、そう、そうです、はいはい、そうです。で、逆に、その、メッセンジャー RNA ワクチン、うんうん、何がすごかったかって話すると、うんうん、その、鬼の、その、コンボ持った鬼を入れんじゃなくて、うん、その、鬼が持ってるコンボ自体、武器自体、うんうん、さっきのスパイクタンパク質、自体の、うんうん、設計図を体に入れるんですよ。うん、うんうん。で、そうすると、あの体の細胞がそのコンボの情報を手に入れて武器の情報、うんうん、あの学ぶことで、うん、その鬼がコンボ持ってやってきても対処法わかるっていう、うんうん、なるほど、そう、はいはいはい、うん、なるほどね、うん、あ、じゃあそのなんていうのかな、ちょっと言い方間違ってるかもしれないけど、うんうんうん、コンボはなんかシグナルになってて、うんうんうん、それで反応してなんかこう、うん、はい、あのなんていうの、免疫が作られてるみたいな感じかな、そうです。で、まあ実際にじゃあウイルス入ってきた場合にも、うんうん、そのもう体制ができてる状態、ね、うんうん。あ、そうです、そうです。うん。でもそれってなんか、うん、あの、ウイルスには一応かかっているけど、体は大丈夫っていう状態になるのかな、うん、そうなんです。そこはまさに、うん、まさにさっき言った、うん、DNA と RNA の違いなんで、うん、DNA 入れちゃうと人間の中で悪さしちゃうんですけど、うん、RNA なんで大丈夫っていう。ああ、はいはい。うん、
なるほど。はい。私もちょっとここ詳しくないので。ちょっと怖いところだよね。はい、はい、はい。はいはい、まあ、一応専門家はそう言ってるって話ですね。なるほど。で、そこでさっきの saRNA、はい、何がすごいかっていうと、うん、今までのメッセンジャー RNA は、うん、さっきのコンボの、まあ、そのデータを、うんうん、まあ、ケンタさんの体の中に入れて学ばしたんですけど、うんうん、saRNA の、そうすると、たくさん、打つ人あったんですよ、量を、うんうんうん。そこに対して saRNA は、コピー機入ってるんですよ。うんうん、なるほど。そう。はい、なんで、そのコンボデータと、そのコンボをプリントしちゃう、3プリンター一緒に入ってみたいな状態なんで、うんうん、すごい少量で、実際に注射して、体の中でコピーしてくれて、はい、そのコンボを学習できるっていう。なるほどね。うん、じゃあもう、もっと聞きやすくなるみたいな感じ、うん、そう、聞きやすくなるし、長く聞くっていう。はいはいはい。うん、なるほど。そっか、コピー機がない状態だったら、うん、まあ、量がたくさん入っていって、うん、それを打ってたと。うん、そうそうそう。でそれと、まあ、コピー機がある状態で少ない状態で打つと、うん、まあ、体内で複製してくれる。うん、そう。長持ちするってことなのかな。あ、そうそうそう。少量をじわじわ作ってくれるんで。ああ、はいはいはい、うん。なるほどね。なんかワクチンとかも、うん、なんか5回目ワクチンみたいな、あ、次あったじゃないですか。うん、あった。結構定期的に打たなきゃいけないみたいな。うんうん、でもあれも減るだろうなっていう。あ、なるほどね。そういうことにもつながってる。そうそうそう。はい。あれ面白いですね。うん。ですよね。なんか、メッセンジャー RNA ワクチン。うん。なんか最近さ、うん、ヤマサ醤油っていう会社が、はい、なんかこう、コロナワクチンの必要な物質を供給してるって知って。知らなかったっす。なんか、ヤマサ醤油は旨味の成分を発見したりとかしてるけど、はいはいはい、それ以外にも、なんかいろんなことやってるんだなっていう、面白かったな。すごいっすね。うん、なんか、はい、コロナワクチンの打った時にこう、炎症とか起こすから、それを抑える、はいはい、うん、まあ、物質があるみたいな。はいはい。それを供給してるみたいな。ああ、知らなかったです。まあ、ちょっと自分は、ただ、ちょっと見ただけだけど。面白いですね、うん。確かに、そういった体の機能って、うん、アミノ酸タンパク質とかが働いてて、うん、さっき旨味成分とかもアミノ酸なんですよ。うんうん、で多分、そういった味の研究とかする中で、うん、多分彼らを見つけたんだろうなっていう、まあ、推測ですけどね。なんか拡散系っていうのかな、うん、はいはい。事業を展開していってみたいなとこだと思うけど。うんうん、はい。面白いな。そうね。うん。まあ、全然違う話になっちゃったけど。でも確かに食品会社さんって意外と B2C、うん、お客さん向けにお菓子とか作ってるように見えて、うん、裏では実はしっかり研究して、うん、そういった製薬会社を卸してる会社も実は多いので、うん、調べたら面白いかもしれないですね。そうね。なんか知らないだけで意外とね、うん、全然違うことやってんだと思って。うん、そうなんです。面白いですね。ですね。まあ、こんな感じで、はい。一旦、今日も長く話してしまったから、そうですね。また散歩はまた後日にしますか。そうしましょうか。まあ、今日は、ちょっと雑談会って感じで、はい。なんか他に話せることあるかな、まあ。たくさんあるんですよね。まあ、今日は天気いいな、っていう感じで。うん、ですね。逆になんか、その、なんかリスナーというか、うん、見てくれてる方が気になったニュースとかあったら。確かにそう、何かについて聞きたいとか、うんうん、はい、まあまあ分かる範囲で。ですね。そうね、そうね。うん。まあこういう長尺やってみたけど、はい、これがいいのかもまだ分かんないから、うん、いろんな感じで試してみて、はい。やっていこうかなと思います。うん。それでは、また次回よろしくお願いします。お願いします。